はい、どうも、ゴスキャでございます。さてさて、今日はね、作業しながらの話になります。今何をしてるかというと、油で拭いてます。グリスやら何やらでね、まあ汚れるっちゃ汚れるんだけど、それにホコリが立つじゃない、この革の作業してるとさ、結構で、まあまあ鉄は錆びたりするんだけど、油を落とすのは油で落とせるんですね。ごくごく普通の油です、ね、油で拭いてあげるときれいになります。よいしょ。僕のね、この RC はね、試作機なんでね、結構普通の市販版とは違ったりもするんだけど、まあまあ普通に元気に働いております。抜き方、そこがよいしょ。もうさ、動画のネタねえなーなんて思ってたんですよ、僕。次何撮ろうかなってずっとね、何にも考えないでポッてレックボタンを押して始めりゃなんとかなっちゃうと思ってたんだけど、最近ネタねえなって思ってたんですわ。ところがどっこいね、なんかちょっとポンと思いついて、じゃあこれやろう、次これやろうなんて思ってたら、どん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 それが溜まっちゃって、ああもうこれ以上考えたら大変になるっていうんで、とりあえず思いついたものは動画撮っとこうなんで、今日ねまとめていっぱい撮ろうと思ってました、動画。よいしょ。ってな感じで、まあね、ちょっと普段ね、SNS 見たり、いろいろ皆さんのコメントだったりね、いただいたお便りだったりね、そんなところからね、ちょっと思うことがあって、今日はね、喋ってみようかなと思ったんですよ。動画を撮りながらね。よいしょ。それはね、今回のブログのタイトルにもなってるんだけども、恥ずかしがるなと。それこそがね、害悪だと思うんですよ。もうなんて言うんだろうね、誰に遠慮するんだよっていう話なんですよね。よいしょ。だってそうじゃね、誰のために作ってんだよっていう話なんだけど、まあオーダーメイドとか、ね、オーダー品とか、まあメーカーさんのお仕事だったりすれば、そりゃ自分の意見ももちろんあるだろうけどね、細かいところでいろいろ仕上げられないんやから、でそれは打ち合わせでクリアしとけばいいだけの話なんだけども、そういうのはね、まあまあ誰かのために作るものであって、よいしょ、そもそもオーダー品っていうのはそういうもんなんじゃん、自分のために作るもんじゃないんだからね。よいしょ。その人がこういうの好きなんだろうな、ああいうの好きなんだろうなとか、ね、こういう仕上げの方がきっと好みだよなとかいう思いで作るなら、それでいいと思うんだよね。うん。それがオーダーものだったりするからね。そういうとこ細かいところまで聞いて、それを反映させればいいだけの話なんだけれども、よいしょ。あ、なんか効率悪いな。この幅でバーッと切っちゃった方が早いんだけどね、こういう時はね。切っちゃおうか。よいしょ。でもさ、自分が好きなものとか、好きなデザインってあるでしょ、やっぱり。そういうのでさ、うお、これかっこいいなとか、自分が作っててさ、こう楽しいなってワクワクするものとかあるでしょ、やっぱり。もっとスレスレの寸法で撮らなきゃな、もったいないよね、怒られちゃうよねって思いながら今裁断してます。よいしょ。よいしょ。うわ、これ年末にかけてどうしようね。もうちょっと在庫が寂しいんで追加発注しようかしら。
そう、作ってて自分がワクワクするからそういう楽しい感じ、楽しい気持ちっていうのが伝わると思うんだよね、俺。そのアイテムを手にした人とか、それとか、なんちゅうのかな、ウェブページ作っててもさ、商品説明の文章の中とかにもさ、こんなん作っちゃったらちょっと笑われんじゃねえのとか、恥ずかしいよなとか、ねえ、うわ、ダセとか下手くそって言われたらどうしようとか、そういう感情っていらねえと思いませんかね。そんなもんいらねえんだよ、多分。自分勝手、自分の好きなものが一番上にあっていいんじゃないのって思います。これね、RC はこうちっちゃいものは RC でいいよね。RP の方が最大の能力は高いです。お値段も高いしね。こっちはライトバージョンって感じだけど、まあライトバージョンだからこそこう軽いっていうのもあってね、取り回しはいいですよね。取り回しはいいです。そう、なんだろうね、もうこれは俺が好きで作ってんだよと、このデザインが俺が好きなんだよと、自信持ってやっていいんじゃない、笑いだけ笑えっていうね。そう、またね、やらかしちゃって恥ずかしい思いをすりゃそれはそれでいいんですよ。それもそれで一つの経験だし、深く刻まれるんで、そういう思いをした時っていうのはね。それしなきゃいいだけの話やん。だ、ね、根拠なんかいらねえんで、自信たっぷりにガンガン攻めていった方がいいぜって僕は常々思ってます。当たんなかった、もうちょい切んなきゃダメだね。もうちょっと余分に切っとくか。いや、それもあれかな、よいしょ、裁断裁断です。はい、裁断が終了いたしました。ね、物によっちゃなんだけどね、こう穴に詰まったのを取って、まあ別に取ったからどうのっていう話じゃないんだけど、よいしょ、もうね、一回一回一つ一つのロッドのたんびにちゃんと掃除してれば部屋はよ、ね、工場は汚れないんだけどね、うん、そしてまあ今度動画やりますけど、ちょっとそう、機械を導入しようとして、さらに効率を上げるためにね、購入して家に届いたんだけど、本体重量っていうのは僕見てなかったですね。すっげえ重たいでやるの。どうしようっていうのがあるんだけど、それはまた今度違う動画でやります。囚人機だったり何だったりいろいろね、僕の動画を見て一緒に導入してくれてる方はいると思うんだけども、これは、すごくいい道具だと思うんだけど、ちょっとまあレビューを
見て考えた方がいいと思います。はい、まあ皆さんのね、そういうなんか判断基準の一つになればいいかななんて思ってますけど。はい、てな感じで、これからこれは好き作業をするんですけど、まあ好きは好きでね、ちょっと好きに関する質問が来たんで、それとそれの動画でこれはやろうかなと思ってるんだけども、うん、まあそう、誰に遠慮する必要があるんだいっていう話でございます。うん、なんていうのか、うまく説明できないんだけど、こう楽しく自分の作りたいって思う気持ちを一番大事にしないと、ね、こういうふうにしなきゃいけないとか、こういうふうにやるのが正しいとかに縛られてたらつまんなくなっちゃうじゃんね。そんなふうに思います。本にこんなこと書いてないけど、やってみたらどうなるんだろうってワクワクしませんか？だからそういう気持ちを一番大事にして、ものづくりはしていけば長く続きもするし、やってて楽しいなと。で、長くやってればどんどん技量も上がるし、いいものも作れるようになるんじゃないかななんて、そんな風に思います。てな感じで今回の動画締めます。またね。